オタワのパーラメントヒルに所在するカナダ庶民院の議場。アイルランド庶民院こ庫の議場が入っていた議事堂は世界で最初に庶民院議事堂として建てられた。庶民院は両院制の議会における公選制の会員の名称の一つ。イングランド王国の会員に由来する庶民院の名を持つ議員は現在はイギリスとカナダに存在し、またかつては クレートブリテン王国との合同以前のアイルランド王国、1920年、アイルランド統治法下の北アイルランド自治政府、ノースカロライナ植民地及びノースカロライナ州政府にも存在した。その他の旧イギリス植民地やイギリス連邦、加盟国ではおおむね対応する議員として、アメリカ合衆国の大議員、オーストラリアの大議員、ニュージーランドの大議員、インドのロークサバーがある。 イギリスとカナダでは、庶民員は上院より多くの立法権を持ち、庶民員の多数党の党首が通常首相に指名される。2010年以降のイギリス庶民員は650議席、2015年以降のカナダ庶民員は338議席からなる。庶民員の権能には、法律の制定、開廃、課税の認可、政府の政策や歳出の調査があり、 さらに政府に対する不信任案を決議することができる。イングランド王国の庶民院は議会から州と都市の納税者代表が分離して成立した。州からは州騎士として地主層が都市からは自治都市選出議員として承認層が選出された。彼らは国王の親民のうち自ら貴族院に議席を持っていた世俗貴族または 生殖貴族以外を代表していた。なお、庶民院の名称は、彼らが共同体あるいは自治体の代表であったことに由来する。庶民院議員は常に選挙で選出された。これは、貴族院において、世俗貴族は保持者が死去した場合君主が借を継承した人物を招集し、生殖貴族はイングランド及び、ウェールズの教区主教が指定されていたこととは対照的である。 しかし中世から18世紀に至るまで、様々な方法で選挙権は制限される傾向にあり、そのため18世紀までに、多数の腐敗選挙区が生じていた。19世紀以降、イギリスとカナダでは選挙権が拡大され、庶民院は大議政議員の性質を強めていった。両国の庶民院議員は現在、成人による完全普通選挙によって選ばれている。すべての国で、 選挙等の理由での庶民院の閉会は国王によって行われる。庶民院はウェストミンスターシステムと関連付けられることが多いが、現在この名称の議員は2カ国にのみ存在する。このほかイギリスの旧植民地ではないが、両院制を採用していた大韓民国の第2、共和国における民議員は英語でハウス・オブ・コモンズと訳されていた。ありがとうございます。